こんにちは。マヤのお料理教室を運営しております近藤マヤです。今日はモンブランを作ります。まずはじめにジェノワーズ生地を作ります。薄力粉をふるいます。耐熱のボウルに卵を入れます。卵を軽くほぐしておきます。卵を軽くほぐしたら湯煎に当てます。人肌程度に温まったら湯煎から外して、代わりにバターを湯煎に当てておきます。人肌に温まった卵にお砂糖を加えます。そしてハンドミキサーの高速でしっかり角が立つように、もったりするように泡立てます。大体このくらいの硬さになったらハンドミキサーの低速で約1分ほどキメを整えます。こちらの生地に先ほどふるっておいた小麦粉を入れます。ゴムベラに持ち替えて切るように混ぜます。粉っぽさがなくなったら、先ほど湯煎にかけておいたバターに生地の一すくい分程度を入れて、滑らかになるようにバターが生地になじむように混ぜます。こちらを元の生地に戻します。そして生地をさらに混ぜます。全体的にムラがなくなるまでしっかりと混ぜます。敷き紙を引いておいた型に流し入れます。数回叩きつけます。こちらの生地を160度で予熱したオーブンで15分から20分ほど焼きます。ジェノワーズが焼き上がったのでオーブンから取り出します。オーブンから取り出したらすぐに網の上に出します。表面を平らにしたいので5分ほど逆さにした状態でこのまま冷まします。5分経ったら表に戻してそのまま完全に冷めるまで待ちます。5分ほど経ったので冷ましておいたジェノワーズを表に戻します。逆さにしておいたので表面が平らになりました。型紙はつけたまま中の方まで冷めるまで待ちます。ジェノワーズを冷ましている間にモンブランクリームと生クリームを作ります。まずボウルに生クリームを入れて砂糖も入れます。泡立てます。今回はスポンジケーキの上にのせるクリームですので、スポンジケーキが水分を吸ってしまいますので少し緩めの8分立てぐらいで泡立てます。別のボウルにマロンペーストを入れて、このままだとまだ硬いのでマロンペーストをゴムベラで少しほぐしていきます。マロンペーストがほぐれたら、ここに常温に戻しておいたバターとラム酒と先ほどの生クリームの4分の1から3分の1ほどを加えます。それで先ほどのハンドミキサーで混ぜます。これで混ざり終わりました。モンブランの口金がついた絞り袋に移します。直前まで冷蔵庫に置いておきます。生クリームを丸の口金をつけた絞り袋の中に入れます。クリームはこのまま冷蔵庫で冷やしておきます。
栗を切ります。5つトッピングで上に乗せますので、残りの5つを切っていきます。この切った栗は真ん中のクリームに挟みますので、結構細かめに切っていただいて大丈夫です。このくらいの大きさに切ります。ジェノワーズが冷めましたので型紙を外します。たら2枚にスライスしていきます。2枚にスライスできましたら、ラム酒と水を加えたものをスポンジに打っていきます。裏面も同様に打ちます。それではモンブランを盛り付けていきます。一番下にする生地にクリームを絞ります。均等に伸ばします。そしたら刻んでおいた栗を乗せます。栗を乗せたらさらにクリームを上に絞ります。こちらも同様にクリームを滑らかにします。上の生地を乗せます。次にクリームを真ん中に絞ります。次はマロンクリームです。このようにマロンクリームを絞ったら栗を乗せます。これでモンブランの完成です。マヤのお料理教室はインスタグラムでたくさんお料理を載せています。北海道素材にこだわったお菓子や低糖質や低脂質のお料理などをたくさん載せていますので、詳しくは概要欄から見てみてください。